なんですかね、ふみやくんと一緒にお風呂入ったことかな。うん、はい、入りましたね、福島で。はい、2回ぐらいね、2回ぐらい入って、うん、ね、あの裸の付き合いで、はい、一緒に入りましたね。じゃない方がいいみたいですね。いや、ぜひ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 。いやいや、あの、いろいろありすぎて。誘うんですか、それどっちから誘うんですか、はい、お風呂は。いや、いや、なんかそこ、なんかこう、わーって、なんか汚れて、はい、こう行くみたいな。だからそのどっちとかじゃないですね、やっぱり繋がっちゃってるんで。はい、それに対して高橋さんはどうしたんですか。行きましょうか。なんかそういう部分で撮影中だったんですけど、はい、やっぱり今回あのフミヤ君と一緒にすごく感情のバトルするんですね。で、彼らがどうしてぶつかり合うのかっていうのはすごく冒頭からしっかり描かれてますし、今回僕がこの劇場版で最後のゴールを切るには彼の力が必要だったので、なんかね、たまたまそういう一緒に風呂入ったりとか、はい、そういうコミュニケーションが取れたのはすごく撮影中はなんか一個の、ね、起爆剤になったというか。そうですね、はい、うまいことまとめといた。ありがとうございます。ありがとうございます。高橋さんも実際に、まあ、お風呂って結構ね素が出たりだとか、はい、いろんな話すると思いますけど、そのあたりの記憶どうですか。まあ、お芝居の話をたくさんさせていただいてありがたかったですね。すみません、一回ちょっと外れてもいいですか。もちろんです、もちろんです、もちろんです。あ、先生すごいな。さて、さて、誰から、誰にしますか。とりあえず菅健太にしておきますか。あれですね、僕の衣装の今日のポイントなんですけど。お願いします。ここあのゴーレムに引っかかれたっていう。ああ、そうなんだ、うんうん、衣装さんが。あとは、あとはそうですね、うん、ここも噛まれたかなっていう感じを。オッケー、オッケー、ありがとうございます。高橋さんも戻られるということですね。本当に大丈夫ですか。すいません、すいません、ちょっと汗がびちょびちょになっちゃった。あ、よかった。すいません、汗だったのね。汗がもう、そう、めっちゃかいてたから。すいません、すいません、すいませんでした、すいませんでした。倒れそうになったわけじゃないのね。はい、あのもうびっちょびちょになっちゃって、もうここまで今代謝がいいんだね。はい、よかった。照明にちょっと汗を持ってかれまして。あ、よかった。すいませんでした、すいませんでした。ありがとうございます。とんでもないです、ありがとうございます。ありがとうございます。では最後にですね、登壇者を代表して竹内さんからマスコミの皆様に向けて、ふやくん一言もらっていい。え、今みんな言ったの。はい、なんかすいませんでした。あのこの後見ていただくと思うんですけど、本当にあっという間に終わる2時間、約2時間なので、ぜひ楽しんでください。もう言うことはないです。あのゆっくり、堪能していってください。今日は本当にありがとうございました。